はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト92021ライブ配信始めていきましょう。2008年10月3週からのスタートです。いつも通りツイッチで配信しております。ぜひツイッチアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。マイツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。2日後ですので、18日21時頃から YouTube で YouTube で、ね、アーカイブアップロード予定です。ぜひご覧ください。そして、YouTube のチャンネル登録高評価もお願いいたします。Please my YouTube チャンネル、サブスクライブド&グッドボタン。This live archive my YouTube チャンネル、2 days after ARP。旧 Twitter である X のアカウントを持っております。Twitch のチャット欄に記載してますので、ぜひご覧ください。アカウントフォロー。ポストのリポスト、いいねもお願いします。ツイッター X マイアカウントをフォロープリーズ。リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、ではやっていきましょう。お金も稼いでるし、ちょっと凱旋門賞アマナイポッドは残念でしたね。なんかザルカバが強すぎる。ザルカバ強すぎましたね。まあこれはやむを得ないんじゃないでしょうか。まあ気を取り直してブリーダーズカップもありますんで、クラブは、10万、57万、一桁万のマイナスはいないな。トゥーラック HC ハンデキャップ、浜の着歌です。一番人気128。追い込みなのが不安ですね。ではレース行きましょう。コーフィールド競馬場 G1 トゥーラックハンディキャップ、芝 1600m をマイル戦です。こちらオーストラリアのコーフィールド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ブラッドテルト、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。予想通り先頭はブラッドテルト、これに続くのがインターバルシャック、さらにはウィークエンドハスラー、古豪アルキオーネバレー、その後ろブラッドテルト先手を取りました。大きく離れました。ガイドブックカナス、ピンクの帽子マスクトテヘラン、その後ろこれに続いてテッサフローラ、その隣にハーバートカクテル、すぐ隣にオーバーウィークス、ヤング SD、 この馬もこのグループ、内からはブレイブリベイユ、天の着歌、後ろからになりました。並んで9番エルセギュンド、その横にロードトゥロック、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界意地のぶつかり合いだ。マイル戦だからな、もうあっという間です。2馬身から3馬身のリード。さあここから伸びてこれるかな。上がってきたが一頭ちょっと抜け出した馬がいる。先頭に立ったウィークエンドハスラー、あと 200m、 厳しいか。これは完全にちぎれた。2番手は天の着歌、後続は大きく離れました。ウィークエンドハスラー今ゴール。
段違いの強さです。2着はアマノチャクタ、3着にエルセギュンド、勝ったのはウィークエンドハスラー、見事な勝利です。残念。アマノチャクタ、残念な結果ですね。コーフィールドカップ、天野ブログです。1番人気140抜けてはいますね。ちょっと追い込みっていうのは不安ですが、力の差でねじ伏せられるかレースです。コーフィールド競馬場 G1 コーフィールドカップ芝 2400m です。こちらオーストラリアのコーフィールド競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さて何が行くのでしょうか。フレームネーム前に行きそうです。ジュールズナチュラル、それに続いています。さらにはトロピカルメイド、古豪、チームデコレイティド、その後ろフレームネーム先手を取りました。これに続いてストロークグリフロ、並んで14番、カースクラック、内からはパーソナルヒル、白の帽子コーネルレグズ、その後ろその外にオーメリックアリアンス、オネストジャズミン、そのうちに続いています。その隣にエレクトライメージ、すぐ後ろにクワイエットデュネット、内からはトリガーケアフリー。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。並んで2番、パワフルキッシング、その外からフィニックスノビス、最後方追走は天野ブログ。果たしてどのあたりから仕掛けるでしょうか。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度一気に先頭に立ちました。漆黒の馬体、トロピカルメイ、並んで11番、フレームネーム、これに続くのがチームデコレイティド、少し離れてパーソナルヒル、続いています。並んで1番、コーネルレグズ、その後ろからはジュールズナチュラル。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭は依然としてトロピカルメイド、まだ粘っています。2番手はクレームネーム、チームデコレイティド、3番手天野ブログ、この位置から届くのか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はトロピカルメイド、間が空いてクレームネーム、間が空いてパーソナルヒル。さあここから押し上げていく、残りあと 400m、 長い直線届くのかな。日曜王者の争いだ。いや来ているぞ、先頭行け、かした、ここで先頭かわして後ろは天野ブログ、2番手はパワフルシング、勝ちましたね。強い強い天野ブログ、圧勝ゴールイン。2着はパワフルシング、3着にコーネルレッグズ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天野ブログ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。60キロ何のその1番3連勝です。でも4歳でもう140ってすごいよな。さあ秋華賞、天の椿登場、牝馬3冠をかけます。ガシセンタラゴクラブ馬ですね。敵がね、オディールなんかも強いよな。天野椿はグリグリではありますが、オークスよりはね、距離適性あると思うんだよな。
4番人気はテーマミッション、これはちょっと通用しないでしょう。頑張ってほしいレースです。さあ、天の椿が牝馬三冠をかけます秋華賞 G1、 3歳牝馬限定の G1 です。芝 2000m は京都競馬場、運命のファンファーレ、そしてスタートが切られようとしております。京都競馬場、3歳牝馬による最後の大レース秋華賞、夏を経てその再起に磨きをかけた乙女たちが集いました。今年は牝馬三冠馬の誕生に注目が集まります。天の椿、快挙達成となるでしょうか。さあ、最後は大外枠のカレラシング、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。オディール、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してオディール、鼻に立ちます。その後ろからはプロビナージュ、この馬も上がっていく構えです。エンマロックス、後方からもう一度先頭から見ていきましょう。オディール、先手を取りました。この辺りで各馬第一コーナーに殺到していきました。これに続いてカレラシング、その隣にエンマミッション、プロビナージュ、それに続きます。一番人気の天の椿、現在先端に取り付いています。白の帽子リフティーマイヤー、その後ろすぐ隣にウィンドセントラル、その外にエンマファイル、並んで黄金の馬体スリッピンスーザン、ブラックエンブレム、上がっていきました。マイネレーゼル、それに続いています。凱旋タラコ、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。 1000m を通過、ややスローペースといったところか。これがポイントつけてますね。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。どう影響するのでしょうか。第3コーナーに入ります。先頭は依然としてオディール、2番手はエンマミッション、カレラシング、3番手天の椿、いい位置、安城のゴーサインに上がっていきます。先頭を伺う勢いだ。さあ、先頭はオディール、天の椿、あ、もう先頭に立った。オディールをかわした。ここで先頭に立った天の椿、2馬身から3馬身のリード、牝馬三冠は濃厚か。あ、もうぶち切りですね。2番手は天馬ミッション、天の椿、この馬で決まりか。ぶち切った。圧倒的な強さを見せました。2着は天馬ミッション、天の椿、ついに牝馬三冠達成です。競馬史に残る名品の誕生です。やりました、天の椿ウィニングランです。大量出走ですね。10月4週は多分これブリーダーズカップかあぶれた馬が一気に出てるんでしょうね。そして菊花賞、王権ブルースリーの登場です。ディープスカイの三冠を止めなきゃいけない。王権ブルースリー、距離は持つと思うんですよね。小技騎手が一番マシかな。スカレット一族、お、そうだ、これ世界最強馬決定戦なんだ。あ、 iPod が出てまいります。マイルの皇帝、近代競馬の決勝、お、大激戦ですね。世界最強馬決定戦にふさわしい大激戦。うん、お、何これ、コスポ TV の特別番組。おー、さあ、ストップザディープスカイです。
長距離適正か。え、出走しないんだ、ディープスカイって。じゃあ距離が持たないんだろうな、ディープスカイ自身が。あの牝馬参加かかってるから出ると思ったらディープスカイは出ないんだだろうな。スタミナありますよね。勝ちつく、ディープスカイ出ないんだったら、あ、ここでもライバル関係成立するんだ。お、カネキさん、マナミーゴ出た。すでに G1 は10勝上げております。マイルですね、ま、安田記念も取ってますし、マイルの王の資格は十分あるのではないでしょうか。違う、4週だからまだだ。着歌はまだ3勝か。まあ出ざるを得ないよな。ここは調子も上がってるしな、着歌は。ここは次勝負です。で、ブログは勝ちましたね。ブログ、これで切り札確定ってことでしょうか。力強い末足でしたね、コーフィールド。次安田記念となってますが、もうちょっと距離短い方がいいよな。 2000m だろうな。2000から2200あたりがちょうどいい感じだ。あと、そうか、 JC 出そう。馬の椿もいるけど JC 挑みます。なるべくあのブログ、これ出したくはないな。香港カップってなんか出てるよな。世界に花がいる。このまま行きますか。でもちょっと待って、主戦竹豊じゃないの、あ、エビナか、竹じゃないんだ。で椿はこれで三冠です。ではまだ5勝なんですよね。まあ走ってる回数が少ないしね。どうしよう、1003の2500は適正距離が広いってことを表しています。イナバウアーがオークス出てるんだ。出すかな。これでいいや。世界に花、チャンピオンズカップにでは挑みます。オールカマー取ってますね、前走は。さあ、オーケンブルースリーがトップに押し出しますやろ。二冠馬不在ですからね。
激戦になりそうな予感はします。勝たんはつけや富士ステークス入れます。じゃあ行ってきましょう。ネクスト。あ、間違えた。エネループ一応一番人気ではあるけど、あ、まあ2歳3歳か、みんなレベルが低い。 G1 じゃない、 G3 ですね。ダイジェスト、キーランド競馬場 G3バリービューステークス芝 1700m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。されたパーティーオリエンテート先頭突き放しにかかります。残り 200m を通過して先頭は依然としてパーティーオリエンテート。待てたな。後方から一気にアポロスターク、2番手はブロークンネイル。パーティーオリエンテート強い強い。パーティーオリエンテート圧勝ゴールイン。2着はアポロスターク、勝ったのはパーティーオリエンテート、見事な勝利です。ん？ダートバなの？ EP テイラーステークス天の小泉一番人気。126、110を超える馬がないんで抜けてる、あのレーティングと言えるんじゃないでしょうか。吉田豊、つまりもうあの金札確定してます。さらに勝ち星積み上げてもらいましょう。レースです。ウッドバイン競馬場 G1 EP テイラーステークス芝 2000m です。こちらカナダのウッドバイン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ前に行くのはどの馬か。ナインサーブ前に行きそうです。ウィンチャットブラッド、それに続いています。さらにはアルーリングシエラ、13番ジャックスペクタキュラー、その後ろナインサーブ先手を取りました。オレンジの帽子サキードローン、その後ろ並んで12番ヌーベルエリー、少し間が空いてグリールグルービー。この辺りで各馬第一コーナーに入っていきました。天の小泉 B1 です。すぐ後ろにカーディナルスラム、その隣にパームキャシー、フロジストンコロニア、すぐ後ろ並んで1番オークジンクス、その外からディアズプリンセス、しんがりからベンチュラ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から13番ジャックスペクタキュラー、レースを引っ張ります。その後ろにナインサーブ、少し開いてウィンチャットブラッド、好位置をキープしています。天の小泉、その外にサキードローン、並んで12番ヌーベルエリー。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ13番ジャックスペクタキュラー、ジャックスペクタキュラー後続を引き離します。さあ小泉上がっていきます。先頭を伺う。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わって天の小泉、リードは2馬身から3馬身。ウィンチャットブラッド2番手、手応えはどうか。セーフティーリードかな。あと 200m、 これは完全にちぎれた。2番手はウィンチャットブラッド、勝ちましたね。この馬で決まりか。天の小泉今ゴールイン、段違いの強さです。2着はウィンチャットブラッド、3着にヌーベルエリー。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました天の小泉。まさしく日本が世界に誇れる馬です。ぶっちぎりで勝利です。そしてイギリススプリントステークス、キンシャサの奇跡一番人気。直線競馬か、135なんだ。111が一番。レーティング高いんで、これもしっかり勝ってくれるでしょう。先方も不利
ないと思うんで、これはもう確証クラスかな。レース行きましょう。アスコット競馬場 G1 イギリスチャンピオンズスプリントステークス芝 1200m 電撃戦直線競馬です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。まずは先行争い、何が行くでしょうか。エレインブース前に行きそうです。スクワートルソルト、それに続いています。さらにはコロナックのビリアール、古豪シリックタック、その後ろエレインブース、先手を取りました。カルチャーワッシュ、そのうちに続いています。内からはスパイラルシュタイン、その隣にウェーブオックスフォード、内からはオールドジャック、ソルトシリック、すぐ後ろチャイムステータス、それに続きます。金車差の奇跡、後ろからさあ一気に先頭に踊り出そう。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。日本と世界、意地のぶつかり合いだ。残り 200m、 差を広げた。先頭は今度は金車差の奇跡、2番手はティマーナチュラル、強いな。大きく離れました。金車差の奇跡、今ゴールイン。段違いの強さです。圧勝でした。2着はティマーナチュラル、3着にスパイラルシュタイン、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。金車差の奇跡、まさしく日本が世界に誇れる馬です。チャンピオンズステークス天の世界に原、世界最強決定戦ですかね。あ、違うわ。120を超える馬はなく、ハーフウェイトウェイ、ハーフウェイトゥヘブンがレーティングでは2番手つけてますね。追い込みか、これが届くかどうか心配ですが、勝ってもらいたいです。レースです。アスコット競馬場 G1 イギリスチャンピオンステークス芝 2000m です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはグロリアデカンペオン、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してグロリアデカンペオン花に立ちます。その後ろからはシューテングマスク、この馬も上がっていく構えです。さらにはジェイペグ、 G1 馬、ハーフウェイトゥヘブン、その後ろ先手を取ったのはグロリアデカンペオン、間が空いてフェアステューデント、カレッジファンテン、上がっていきました。少し開いてコスタエアウェイ、その外にモデストアルキオーネ、緑の帽子トライバルサイト、その後ろ内からはマルトンポストチャー、その隣にマッチアレグロ、オーバーステートコメット、すぐ後ろ並んで7番グレートアトランティック、ウェルノールエアリス、この馬もこのグループ、少し離れてアンカシークレット、続いています。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。天の世界の花、最後方、ここからどういう競馬を見せるでしょうか。さあ先頭は依然として4番グロリアデカンペオン、2番手はハーフウェイトゥヘブン、JPEG、 3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者、意地のぶつかり合いだ。グロリアデカンペオン先頭、前に迫るハーフウェイトゥヘブン、トライバルサイト、いい足だ。ここから勝負をかけます。残り 200m、 ハーフウェイトゥヘブン先頭だ。トライバルサイト、どうだ、抜けた、差し切りました。勝ちました。2着にはどうやらモデストアルキオーネ、3着にトライバルサイト、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天の世界に花、まさしく日本が世界に誇れる馬です。聞いておきましたね。これで横山のりひろ、キザレベルが5フルになりました。
クイーンエリザベス2000ステークスアマノアミーゴ、これが世界最強馬決定戦です。ちなみにヤマナイポッドも登場いたします。ヤマナイポッドの方がレーティングは上ですね。ちなみにニューアプローチが130、ラモンティが135、ゴルディコバが125と、この辺がやっぱり強力なライバルになってるんじゃないでしょうか。一番人気アマノアミーゴです。さあ、アマノアイポッドは戦法を変えられます。先行策で挑んでいきましょう。アマノアミーゴ、アマノアイポッドとも、投資が高まってます。人気馬はみんなそうですね。では、激戦のマイル戦レースいきましょう。世界最強馬決定戦クイーンエリザベス2000ステークス、G1 アスコット競馬場芝 1600m で行われます。世界の名マイラーがここイギリスに集結しました。日本のマイル王アマノアイポッド、さらには日本が誇るアマノアミーゴ、それに続くスピード自慢たちがマイル世界一の称号を狙います。至高のマイル頂上決戦、直線競馬ですね。しかもスタートしました。ゴルディコバ好スタート、ニューアプローチこの馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してゴルディコバがいいスタートでしたね。その後ろからはニューアプローチ、この馬も上がっていく前です。鈴をつけていく。先頭に戻りましょう。アマノアイポッド先手を取りました。アマノアイポッドがその外にゴルディコバ、ニューアプローチ、それに続きます。これに続いてグリーシャンエルフ、その隣にパコボーイ、グランディシャーミー、そのうちに続いています。その外からコインつけてますね。アマノアミーゴはこれに続くのがレネジドナーガ、その外にブレンドリーアイボディ、内からはリンスケールビオン、その外にクルーナーピーク、後ろからの競馬になりました。アマノアミーゴ、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。その外にスリープデジャブ、白の帽子ナイサーゾーン、その後ろ最高峰にオークテル、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。先頭を伺う。先頭から10番ラモンティ、ラモンティを捕まえに行くアマノアイポッド、さらに伸びてくる馬がいる。ニューアプローチだ。またかわされた。1着でゴール、2着はラモンティ、欧州代表のマイル校舎、ニューアプローチ、マイルの頂上決戦で世界一を証明、最強馬の歴史にその名を刻みました。食われましたね、iPod もアミーゴも。さあ残念。さあレーシングポストトロフィー、アマノハニカミ登場。1番人気107なんで、これ2歳戦ですね。わからないな。一番人気とはいうもののハニカミ、まあいい馬ですけどね。レースで見ていきましょう。ドンカスター競馬場 G1 レーシングポストトロフィー、2歳限定芝 1600m をマイル戦です。こちらイギリスのドンカスター競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ナスラムファシー、これはいいスタートを切りました。サバンナメディシャン、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくナスラムファシー行きました。続いて前へ行くのはキッチンオフショア、それでは先頭から先手を取ったのはナスラムファシー、ロードシャナキル、そのうちに続いています。並んで11番サバンナメディシャン、内からはキッチンオフショア、キャラージャード、それに続いています。少し開いて3ラインカウント、内からはタルクバックパサー、その外からカスタネットアロマ、黒の帽子アマノハニカミ、いい位置につけました。ミドルオデッセイ、その前に進出、これに続いてゲットアップオーバー。
ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。その外にルアーブル、さあ先頭はサバンナメディシャン、ナスラムファシー、ほとんど差がありません。キッチンオフショア3番手アマノハニカミ、まださあハニカミ一気に動いてきた。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ただまだ分からないですよ。ぶつかり合いだ。ここで先頭に立ったアマノハニカミ、あ、いけるかな。先頭は勝ったんじゃないかな。2番手はルアーブル、アマノハニカミ、勝ちましたね。まで決まりか。先頭はアマノハニカミ、1着でゴール、2着はルアーブル、3着にシティスケープ。世界の強豪相手に見事な勝利を収めましたアマノハニカミ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。レーシングポスト頭皮、アマノハニカミ勝ってくれました。ロイヤルオークショー、天野玉ちゃん登場、一番人気124か、トップではありますけどね。レース行きましょう。パリロンシャン競馬場 G1 ロイヤルオークショー、芝 3100m の長丁場です。こちらフランスのパリロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはフローズンファイヤー、アンテスペンドカフェ。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアンテスペンドカフェ花に立ちます。その後ろからはフローズンファイヤー、この馬も上がっていく構えです。スカートベンチャー、どうやら後方からの競馬では。前の方から見てみましょう。リスクサーブ先手を取りました。最強王者天野玉ちゃん2番手を追走。その隣にウェディングブリュー、その横にユーラシアンファミ、これに続いてウィンクルシャレー、カジュアルコンキスト、すぐ後ろ、これに続くのがアンテスペンドカフェ、並んで4番チャーターテイスティ、すぐ隣にフローズンファイヤー、その外にコールメール、赤の帽子シャックナーガン、その後ろトラフィッククーガー、この馬もこのグループ。その外からマリーンブースター、並んで11番スモークシェーバー、その後ろからはチェリッシュストディード、しんがりからスカートベンチャー。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。15番リスクサーブ依然として先頭、リードは1馬身から2馬身。13番天野玉ちゃん2番手を追走しています。並んで12番ウェディングブリュー、そして大きく離れてカジュアルコンキスト、この位置です。その外にチャーターテイスティ、フローズンファイヤー、それに続いています。各馬ミディアムトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。並んで16番ユーラシアンファミー、その外にコールメール、内からはウィンクルシャレー、その外にスモークシェーバー、並んで5番シャックナーガン、すぐ後ろにアンテスペンドカフェ、並んで古豪マリーンブースター、並んで3番トラフィッククーガー、チェリシストディード、それに続きます。さあ先頭はまだ漆黒の馬体リスクサーブ、2番手は天野玉ちゃん、絶好の手応えです。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者の争いだ。リスクサーブ先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りと先頭に踊り出ました。先頭に立ったのは天野玉ちゃん、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。もう力強く伸びますね。後続は大きく離れました。あと 200m、 これは完全にちぎれた。見えません。カジュアルコンキスト、後続は大きく離れました。ぶっちぎりました。天野玉ちゃんぶっちぎりです。2着はカジュアルコンキスト、3着にスモークシェーバー。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました天野玉ちゃん、まさしく日本が世界に誇れる馬です。敵ですね。芝の長距離戦ではもう無敵だと言っていいでしょう。さあ国内戻ってきました。富士ステークス片野松健一番人気。本紙本命は誰だ？キングストレールか。
桜メガワンダーなんかも出てまいります。水浦さん何かダイジェストいきましょう。東京 G2 富士ステークス芝 1600m マイル戦です。さあいよいよ直線の攻防、目白サンライン先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。片野松健必死に追います。この差は果たして縮まるか。さあ外が伸びてきた、伸び勝負だ。追い上げてきた桜メガワンダー、あー届かないか。桜メガワンダー先頭だ。桜メガワンダー、桜メガワンダー1着2着は片野松健、3着にキングストレイル、見事に勝ちました桜メガワンダー。負けてしまいました。そしてブラジルカップ天野ノートレ登場です。1番人気、これはグリグリ名称クオリアか。ダイジェストいきましょう。東京オープン特別ブラジルカップダート 2100m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。オートリナックル先頭、外から天野ノウトレ先頭、名勝クオリア懸命に追いすがります。天野ノウトレ先頭、残り 200m、 後続は遥か後方、天野ノウトレ先頭です、うん、このまま押し切るか。2番手は名勝クオリア、危なげない勝利ですね。圧倒的な強さを見せました。2着は名勝クオリア、3着に名勝マラブ、これはものが違う天野ノウトレ。そして菊花賞オーケンブルースリー出走です。一番人気クラブバーキャプテントゥーレラも登場です。本正面はマイネルアリアンスですね。これ母がアマノチアイドルなんですね。父がタダビーバー、タニオギブネット、レース行きましょう。ボバ三冠の最終戦菊花賞京都競馬場で行われます。3歳 G1 芝 3000m の長丁場、オーケンブルース、二冠馬のいない菊花賞です。オーケンブルースリー勝つことができるのでしょうか。クラシックの最後を飾るのは菊花賞、舞台は淀の芝 3000m、 三冠の中でも最も強い馬が勝つと言われています。このレースを制し世代最強の座につくのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠のマイネルチャールズ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。レインボーペガサス好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくレインボーペガサス行きました。続いて前へ行くのはペンマソニア、さらにはキャプテントゥーレ、4番オートリーエンパイア、その後ろ先手を取ったのはレインボーペガサス、少し離れてアドマイアコマンド続いています。すぐ後ろにメジロスウォード、その外にガイセンマー君、その後ろからはガイセンワンセング、その外からサブジェクト、ピンクの帽子マイネルチャールズ、その後ろ内からはオアシスセッション。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。メジロシェリフ上がっていきました。オリーブリーダーすぐ後ろ、すぐ後ろにスマイルジャック、その後ろにレオマイスター、
並んで前哨戦の勝ち馬ファイネルアリアンスオーケンブルースリー、後ろから最後方にモンテクリスエース、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から3番レインボーペガサス、依然として先頭。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。その隣にキャプテントゥーレ、エンマソニア、それに続きます。大きく離れました凱旋マー君、すぐ後ろにオートリーエンパイア、並んで13番凱旋ワンセグ、すぐ後ろにサブジェクト、その外にマイネルチャールズ、並んで6番スマイルジャック、すぐ後ろにメジロシェリフ、アドマイヤコマンド、そのうちに続いています。さあ先頭はキャプテントゥーレ、レインボーペガサス、ほとんど差がありません。エンマソニア3番手、オーケンブルースリーまだ来ない、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はキャプテントゥーレ、その隣からはレインボーペガサス、並んでエンマソニア、離れて凱旋マー君、凱旋ワンセグ、続いています。並んでオートリーエンパイア、その外からはサブジェクト、その外からはスマイルジャック、レオマイスター。さあ直線の勝負、4コーナーをカーブして、さあこれからです。上がってきましたね、一気に先頭に立つた勢い。ここで先頭はオーケンブルースリー、残り 200m を通過して、あれはオーケンブルースリー、さらに足を伸ばす、後方から一気にモンテクリスエース、オーケンブルースリー勝ちましたね。2着はモンテクリスエース、3着にオアシスセッション、オーケンブルースリー完勝です。束を寄せ付けない圧倒的な強さです。オーケンブルースリーウィーニングランです。もう森村さん初の G1 タイトルだったんですね、いいんじゃないでしょうか。あ、天野想定内、想定内なんでいるんだここに。結構世話されるんじゃないの、まあ、でも58キロか。想定内は覚醒な馬ですね、これからです。ダイジェストいきましょう。新潟オープン特別信越ステークス芝 1400m です。さあいよいよ直線の攻防、エイシンフォワード先頭、後続を引き離しにかかる、あと 200m、 エイシンフォワード後続を大きく引き離しました。伸びてきたがちょっと届かないか。2番手は天野想定いない、エイシンフォワードゴールイン、2着は天野想定いない、これは物が違う、エイシンフォワード。大量出走、キャンキャンは除外を余儀なくされましたね、無理か。ブリーダーズカップでこれだけ出るのかな。秋天も2勝2つ、盾の名誉をつかめ、
ディープスカイ、さあ天のジュピターがディープスカイに挑みます。こっちにディープスカイ出てきましたね。別に故障では何でもなかった、距離適正なんですよね。うん、あーセントライトでダメやったらしゃあないよね。ハロウィンパーティー、へんてこな衣装言うな、直球。凱旋門賞のすすめ、ジオマの移行、ガリレオか。三歳馬か。いや、強すぎるやろ。六勝。なんで G3 なんだ。まあ、先方も選ばないからな。今年いっぱいで引退する可能性もあるしな。ダイワスカーレットちょっと調子落としてるよね。初音ミクは今週ですが、勝つことできるのでしょうか。でもその前にダイワスカーレットが気になりますよね。なんでなんでこんな調子は。でもそんなに急に落ちてるわけじゃないのか。悪くはないんだけどな調子は。ちなみにアルテミスは他に出る馬はない。なんでこの馬頑張ってもらわないといけない。かといって調子を上げるまでのものではないよな。ブイナビスタが挑戦します。従順、従順かっこいいミシン、この行きますね。クリテリウム国際デビューは近い。ハニカミがレーシングポストトロフィー勝ってくれました。マイル戦ばっかだし早熟だからな、出れるレースはもうないんでこのまま行きましょう。柔軟性がないな。でイナーパウアーがエミレーツ、まあいいでしょう。ハルヒね、ちょっと調子が不安ではありますが、まあこれだけだったらまあ持つんじゃないかな。出来は1004か。エネループは、チャンピオンズカップ行くまでの力はないと思うんですよね。海外が苦手な可能性もありますが、1006の2300、クイーンかな。出さないよね普通に考えたら。心発力が低いのか、まずそれは前に行く馬だって考えればいいですからね。フェイトです。3歳馬か。フェイトは今後楽しみでありますね。フェイトどっちもクリアできるのか、どっちが向いてるんだろうな。
タートと芝ローラを取ってるんだけど、奥さん4着、まあ芝でもいい感じはありますけどね。例えば空き店とか、キャンキャン、まあ残念ながら跳ねられてしまいました。そうか、関東オークスは勝ってるんだけど、それだけじゃ賞金が足りないのか。まあコバ相手だと G3 でもしんどいんで、距離は合ってるんだけどな。まあとりあえず一周放牧してロッテをまた決め直しますか。ちょっと疲れが心配ですね。スマートファルコンは今 G13 勝となっておりますが、健康はいいんだよな。なんでこんなに熱血でなんか異様に使っちゃうとか。どうしたもんでしょう。なるほど、ポワイで勝ってハリウッドダービーか。どうかな、通用するかな。そんな甘くないような気はするけどな。またか、トキュータカ乗ってくれるんじゃないの。トキュータカ乗ったらかぶっちゃうことはないのか。やった、これ放牧ですね。すでに8勝上げております。ハウルがコックスプレート、これリーチがかかってますね。最近はすごい調子がいい。ブログは JC に挑みます。距離的線もまあ大丈夫じゃないかな。2500と合うとちょっと長いけどな。着歌がマイル、着歌まだ G13 勝か。どうよ、マイル他になんか出る馬いるんだよな。アミーゴか。アミーゴはうん、ちょっとアミーゴローテがきつすぎるな。アミーゴは10勝上げてますんで、ちょっとアミーゴは回避させて着歌出しましょう。うん、ちょっと絆コマンドで力を。根性も上がりましたね、これで。精神力がまあ問題なのか。想定内は JC は無理だろう。調教方針変えられないの。で、レースは ダメなんで、まあ、しっかり勝てることが目的になるんだろうな。
ちょっと調子上げたい、ピューソナーは。でも使えないんじゃないかな。アテネがエリジョか。アテネはまだ2勝か。でも2勝だけど、ちょっと厳しいんじゃないかな。あ、厳しくはないか。調子上げましょう。パッとしないな。マツケン、マツケンはどうなんだろうな。まあ出る権利はあるけどな。あと疲労だよな。12月まで我慢してもいいかも。1200とかあるんだ。これダートか。ケアーハイ、え、ケアーハイ67キロも背負うんだ。それはない。阪神カップだろうな。だから普通に出るだけ出るしかないかな。出ましょうか。無理の分かってても、もう出るしかないよね。うん、そうか。勝ちたいんやって3勝か。まだ玉ちゃんが今18勝なんですね。多分有馬で引退かな。優秀の美を飾りたいところではあります。シャネールがハルテンというとこですね。カーリンか。カーリンは強い。首位互角。やっぱカーリンですよね。ディープスカイか。アモンジュピター頑張ってほしい。じゃあ行きましょう。ネクスト。まずはあの BCJ フィリーズターフベーナビスタ2番人気。1番人気はちょっと厳しいかな。 2歳の競争となります。ダイジェストいきましょう。サンタインダ競馬場 G1 ブリーダーズカップジュベナイルフィリーズターフ2歳牝馬限定芝 1600m のマイル戦です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あ、でもいいじゃないですか。あと 200m 日曜王者の争いだ。ブエナビスタ余力は十分か。さらに引き離していきます。2番手はカーリナーラリア。ブエナビスタ1着ブエナビスタ完勝。2着はカーリナーラリア。3着にイルーシブウェーブ。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ブエナビスタまさしく日本が世界に誇れる馬です。これ初 G1 制覇じゃないかな。そうですね。
さあ次は刀春日ですね。サバ人気か、全然勝てる力あると思うんだけどな。まあクロシェカタリーナは強いです、間違いなく強い。前に行く馬多いよね。差しでもいいぐらいかもね。勝負に行きましょう。ダイジェストです。サンタイタ競馬場 G1 フィリーズカップフィリー&メアスプリント、ダート牝馬限定ダート 1400m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと 200m 日米王者叩き合いになっている。肩の春日抜けた、いけいけ、手はインディアンブレッシング、肩の春日抜け出した。肩の春日1着、2着はインディアンブレッシング、3着にクロシェカタリナ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。肩の春日まさしく日本が世界に誇れる馬です。買ってくれました肩の春日。自分は3連勝。そして BC フィリー&ミアターフダイワスカーレット一番人気です。129ダルジナかな、ライバルはあとバカーレ、あバカーレは強いね。サンクラシークもなかなか強い馬だと思います。さあ先行、その先行力で押し切れるのでしょうか。レースです。サンタニタ競馬場 G1 ブリーダーズカップフィリー&メアターフ牝馬限定芝 2000m です。芝の女王決定戦ブリーダーズカップフィリー&メアーターフです。華やかに美しく、そして誰よりも早くここを制し最強牝馬の座につくのは果たしてどの馬か。まもなく発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはマークオブキュア、スパイケリラン。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくスパイケリラン行きました。続いて前へ行くのはマークオブキュア、さらにはダイワスカーレット、 G1 3勝サンクラシーク、その後ろスパイケリラン先手を取りました。その後ろからはバカーレ並んで9番ミルジビー、すぐ後ろにダルジナ、その隣にイーディスリッパーズ、これに続いてマリンサイド、ピンクの帽子ゲイリーゾーン、その後ろクレバートラップ、そのうちに続いています。並んで足毛の馬体、ビートエンジェル、ゴールドカマー、それに続きます。しんがりからアラートネイチャー、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から7番スパイケリラン、依然として先頭、並んで11番マークオブキュア、そして大きく離れてゲイリーゾーン、この位置です。内からはサンクラシーク、並んで米国の主砲バカーレ、すぐ隣にミルジビー、白の帽子ダイワスカーレット、いい位置につけました。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。この辺りで先頭が変わりました。マークオブキュア、スパイケリラン、一気に上がっていく。さあダイワスカーレット、このまま逃げ切れるかどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者一度ぶつかり合いだ。残り 200m を通過して2番手はバカーレ、ダイワスカーレット勝ちましたね。ダイワスカーレット、やりました。2着はバカーレ、3着にサンクラシーク、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ダイワスカーレット、まさしく日本が世界に誇れる馬です。バカーレを破ったのはでかい。さあ BC ディスタフ天の冬ソナ一番人気、ダート 1800m か、ダートの牝馬
ナンバーワンですね。128なんで、これ力抜けてますね。パンティレイドが2番人気。ケニシー・スパールあたりじゃないでしょうか。レース行きましょう。サンタニタ競馬場、G1 ブリーダーズカップディスタス、牝馬限定ダート 1800m、 ダート世界一決定戦です。アメリカ競馬の祭典に花を添える最強女王決定戦ブリーダーズカップディスタス、最高峰の舞台で女の意地と意地が激突します、うん、華麗なる戦い、まもなく開演です。スタートしました。ジンジャーパンチ、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してジンジャーパンチ花に立ちます。その後ろからは天の声ユソナ、この馬も上がっていく構えです。さらにはストライクオフ2番ローオール、その後ろジンジャーパンチ先手を取りました。間が空いてアンティレイド、白の帽子ウェルクイーン、その後ろこの辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、すぐ後ろにオフショアソルト並んで G1 馬リトルベル、グランドニードルズ、そのうちに続いています。その隣にサッカーエクスポ、その外にケーニッヒスパール並んで14番ナイスカーズ、並んで11番ハワイアンウエスト、しんがりからカントリースター、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。10番ストライクオフ一気に先頭に立ちました。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はストライクオフまだ粘っています。さあ一気に上がっていく。3番手にアマノフェユソナ、絶好の手応え。さあアマノフェユソナ逃げ切れるか。最終コーナーをカーブして先頭に躍り出ました。アマノフェユソナ先頭、あと 200m、 これは勝ったでしょう。アマノフェユソナ先頭です。強いな。このまま押し切るか。ぶっちぎった。ジンジャーパンチ完璧です。勝ちました。圧倒的な強さを見せました。2着は微妙です。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アマノフェユソナ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。5連勝。そして BC ダートマイル、天の気持ちいい一番人気121、オーパスが結構強いな。リードスペイン、この辺は強力なライバルと言えるんじゃないでしょうか。気持ちいいも苦戦が免れないようなレースです。ではレース行きましょう。ダートマイル王決定戦ブリーダーズカップダートマイル、サンタアニタ競馬場 G1 のダート 1600m です。マイルを舞台にそのスピードとパワーを競います。全米最強のダートマイル王に輝くのは果たしてどの馬でしょうか。ブリーダーズカップダートマイル、いよいよ発走です。スタートしました。オーパス好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。先手を取ったのは予想通りオーパス、さらにはティズウェイ、栗色の馬体リスクワルツ、その後ろ先手を取ったのはオーパス、少し離れてイントゥーミスチーフ、続いています。外に回されたな。天の気持ちいい、並んで8番ストップケミー、内からはニトロアンブレラ、向こう上面に入っていきました。その外にウォーターウェイシティーズ、ジュリアンナイサー、すぐ後ろその隣にアスリーパーセント、すぐ後ろにサバンナプレシデント、オレンジの帽子リードスペイン、その後ろ最高峰にピンククレバー、各馬砂煙を上げてかけていきます。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として4番ウォーパス、2番手はティズウェイ、間を挟んでイントゥーミスチーフ、3番手天の気持ちいい。さあ気持ちいい、でも上がってきましたよ。応えるか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。届くのかな。先頭オーパスに残り 200m を通過して、一気に後続が襲いかかってきた。オーパスも力強い。オーパスこの馬で決まりか。ああダメですね。一着でゴール、二着には押し切られました。三着にイントゥーミスチーフ、立ったのはオーパス、見事な勝利です。
BC クラシックがやってまいりました。金引きり一番人気ではありますが、カーリーシャンゼリーゼで、強敵が強い。金引き136、カーリー129か。プレミアムタップなんかも強いですよね。さあ、レース行きましょう。ブリーダーズカップクラシック G1 ダート 2000m サンタニタ競馬場。いよいよブリーダーズカップウィークもメインレースです。アメリカ競馬の祭典ブリーダーズカップもいよいよメインレースを迎えました。世界中から集まった砂の競合が最強の座を求めて戦います。さあ、今年のクライマックスブリーダーズカップクラシック、まもなく発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。スタートですね。先手を奪うのはどの馬か。コメンテーター前に行きそうです。金引きり、それに続いています。さらにはワンダリンボーイ、 G1 2勝ブラザーデレク、その後ろコメンテーター先手を取りました。アインシュタイン、それに続きます。内からはダバマ、青の帽子、プレミアムタップ、その後ろすぐ後ろにヘンリーザナビゲーター、その隣にギョレイレベランス、その外からカーリン、ビッグジュミニー、そのうちに続いています。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、並んで G1 馬ラストクラナック、シャンゼリゼ、すぐ後ろ最後方にレイブンズパス、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度2番、コメンテーター、依然として先頭。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。並んで4番、ワンダリンボーイ、そして大きく離れてブラザーデレク、この位置です。先頭は依然として2頭が一気に差を広げてますね。ほとんど差がありません。間を挟んでブラザーデレク、3番手。さあ、金引きり、金引きり先頭を伺う。この辺りで先頭に早くも立ちました。決着をつける時が来た。日米王者の争いだ。どうだろう、残り 200m。 あ、でも勝てるんじゃないかな。残り 100m、 2番手は届かない。金引きり、やりました。完璧です。圧倒的な強さを見せました。金引き強い。カーリン、3着にレイブンズパス、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。金引きり、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ぶち切りましたね、金引きり。3連覇。エルリベロ、JBC レディース CL 天の瀬家中です。一番人気カタノフェイトも出ますね。ダイジェストいきましょう。大井競馬場 JPN1 JBC レディースクラシックだと1800メートルです。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。天の瀬下中先頭、後続大きくちぎれました。残り 200m を通過して、後続はまだ後ろ、残り 100m、 2番手は凱旋瀬下中、天の瀬下中独走、凱旋瀬下中ぶっちぎりです。2着はオリーブドーン、3着にモンベール、やはり中央の馬が強かった。勝ったのは天の瀬下中。うわ、瀬下中が被ってるやん。なるほど、一切差があるんだ、気がつかなかった。アパノスカチは4連勝、刀フェイト5着か、ヘラ光線4か、騎乗時能力アップです。さあ JBC クラシック、天の勝ちタインや一番人気、アジュニーミツオー、バーミリアン、フリオーソ、強敵は揃っております。レースいきましょう。大井競馬場 JPN1 JBC クラシックだと 2000m です。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはクワイエットデイ、アドマイヤスバル、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくクワイエットデイ行きました。続いて前へ行くのはアドマイヤスバル、フィールドルージュ、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭から見ていきましょう。先頭は天の勝ちタインヤ、短期の逃げに持ち込みたいところ、アジュディミツオ、その前に進出、タインヤ思い出したけど阪神が、この辺りで各馬第一コーナーに入っていきました。アドマイヤスバルすぐ後ろ、18年ぶり優勝しましたね。その後ろにアームファーム、その後ろにシャーベットトーン、その後ろにソーセフト、並んで G1 馬フリオーソ、すぐ後ろにヘブンリーアリボ、緑の帽子モデストバック、その後ろ内からはフィールドルージュ、その後ろにチャンス到来、最後方にバーミリアン、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度3番アジュディミツオー、レースを引っ張ります。2番手に4番天の勝ちタインヤ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として3番アジュディミツオー、2番手は天の勝ちタインヤ、絶好の手応えです。シーチャリオット、さあ先頭に躍り出た天の勝ちタインヤ、勝ちタインヤ逃げ切れるでしょうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーカーブから直線、しかし再度なんか伸びてきてるよ。先頭外からアジュディミツオ、アジュディミツオ残り 200m、 天の勝ちタインヤさらに足を伸ばす、さあ一騎打ちだ。2番手はアジュディミツオ、天の勝ちタインヤ、この馬で決まった、勝ちました。天の勝ちタインヤ1着、天の勝ちタインヤ完勝。2着はアジュディミツオ、3着にプリオーソ、やはり中央の馬が強かった。勝ったのは天の勝ちタインヤ。アルテミスステークス、天の初音ミク登場です。1番人気、重賞初制覇を狙います。では行きましょう。ダイジェスト、東京2歳 G3 アルテミスステークス、これ牝馬限定かな、芝 1600m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。メジロデライン先頭、前に迫る天の初音ミク、メジロデライン先頭、先頭に戻り出そうだが、外からもう来られてるな。天の初音ミク、このまま振り切れるか。あ、でも押し切りそう。天の初音ミク、この馬で決まりか。天の初音ミク1着、2着は優勢スペイン、3着にメジロデライン、天の初音ミク見事一番人気に応えました。多いからしっかり押し
抜け出しましたね。そしてスアーステークスです。クラブは凱旋竿岳屋。ニシン銅馬が人気か。ミーナスーパービビーガルダン。ダイジェストいきましょう。京都 G2 毎日放送賞スワンステークス芝 1400m です。さあいよいよ直線の攻防。エイシンドーバー先頭、リードは3馬身以上、その差が広がります。なんか外から来ているぞ。通過してエイシンドーバーアドバンテージをキープ。後ろはどうか、させないかな。ルミナスハーバーエイシンドーバー強い強い。エイシンドーバー圧勝ゴールイン。2着はルミナスハーバー、3着にビビーガルダン。まずは前哨戦を制しましたエイシンドーバー、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。レコードですねエイシンドーバー。サオダケア5着。新潟牝馬ステークスクラブ馬凱旋駅中登場1番人気。日本特別3着の馬か。どうでしょう。ダイジェスト新潟オープン特別新潟牝馬ステークス牝馬限定芝 2200m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。メジロモンズーン先頭、さあマイネメイト一気に来た。あと 200m 先頭は変わってクリケティステリークリケティステリー粘る。クリケティステリー先頭だ。クリケティステリークリケティステリー1着、2着にはどうやらブラックエンブレム、3着にドクタートーショー。勝ったのはクリケティステリー。凱旋駅中4着に敗れました。そして天皇賞秋がやってまいりました。1番人気天のシャメール、天のジュピターが3番人気。そしてディープスカイですよ、対ディープスカイ。クラブはもう豪華ですね。さあディープスカイは神戸新聞杯勝っております。この距離だと強いよな。さあシャメールが、シャメールは毎朝間制してますね。馬のジュピターもいますが、デルタブルースあたりもいますが、どうなりますか。レースです。さあ秋の中距離王決定戦、天皇賞秋東京競馬場芝 2000m G1。 さあ 2冠馬、3冠制覇にはいかずに、この秋の天皇賞を挑んできました。まさに敵距離ディープスカイ、ここにこのディープスカイを倒せるでしょうか。マイルから長距離まで各路線のエースが集結。府中の芝 2000m はスピードとスタミナどちらが欠けても勝てません。いよいよ天皇賞秋の発走です。さあ最後は大外枠の混合力士王、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのは天のジュピター。ジュピターですね。スタートを切りました。ダッシュをつけて天のジュピター行きました。続いていくのが混合力士王、先手を取ったのは混合力士王、
エルサイレンス、そのうちに続いています。その隣に浅草キングス、少し開いてデルタブルース、フサイチリシャール、それに続いています。うちからはカンパニー、アマノシャメール、B1 です。うん、大きく離れました。凱旋キーライダー、アイポッパー、上がっていきました。オリーブタッチ、すぐ後ろ並んで漆黒の馬体、宝生シロッコ、うちからはアドマイアモナーク、その外にディープスカイ、スカイです。なんか上がっていきます。間が空いてドリームジャーニー、その後ろからはマルカシェンク、1000メートルを通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。オーケーキを通過していきます。かかってる。前は混合力士王、リードは6馬身ぐらいあります。混合力士王一人旅、大きく離されて2番手は凱旋キーライダー。さあ直線に入りました。これからの勝負、混合力士を先頭、さあ凱旋キーライダー一気に来た、凱旋キーライダー先頭、ディープスカイが中割ってくる、先頭、あ、一気に先頭をいただいた、強いディープスカイ。2番手はアマノシャメール、ディープスカイ先頭だ、ディープスカイゴールイン、2着はアマノシャメール、これが2冠馬だ、ディープスカイ。あ、ここの距離だとやっぱりディープスカイ最強なのか。1分55秒9はなかなかのタイムですね。シャメルジュピターに挑みましたが及びませんでした。さあ、ニコニコとラキスタが入ってきましたね。さあ、5頭出走です。今週ここまでかな。今回はシャメールは来て2着か、もったいないな。これでまだ順は取ってないんですよね。あ、ちょっと健康的に不安が残るのか。ことかな、面白いけどな。まあ、チャレンジカップっていうのは順当なんだろうな。3連覇を達成しました。 BC 19勝。引退資産出てないんですね。来年も走れるのか。健康さえ問題がなければ。カップじゃないような気がするな、この馬出てくる馬は。なるといってもシガーでとかここ出てもしゃあないしな。出すレースがない。いろいろいるからな。ゼニアッタも
出たい言うてるし、東京大商店に行きますか。ね、勝ちたいんやが、GBC クラシック勝つことはできましたね。まあ、まだなんか走れそうな気はするけどな、健康が良くないんだ。まあこれだったらむしろこの馬をね、滋賀マイルハンデとかに挑ませる方がいいかもしれない。武豊、まあそうですよね、世界に花は。桜井にエルイジョ、戦力は長いや、ないありえないですね。なので香港です。次は A とかじゃないんだ、 B プラスなんだな。まあでもそれ以外のサブパラの強さで勝ってる感じですね。ちょっとスピードに変えてあげる。金車さない、いつまで走れるんだろう。で、マツケンがマイルチャンピオンシップ、まあ出ざるを得ないってとこじゃないでしょうか。勝ちたいよな。ここまで来るんやったら、冬ソナどうするかですね。あ、でも受賞してるのか。じゃあわざわざチャンピオンズ出さんでいいような気がするが、誰のためのチャンピオンズカップなのかになりますね。ゼニアッタとか発祥上げてるしな、多分地方全然出てないから金札確保できてるんですね。気持ちいいが2勝、気持ちいいが5歳か。瞳閉じても遅いけど、ちょっと瞳閉じてでは無理って考えると、まあフィーソナがそのまま出ちゃってもいい感じはあるんですよね。ただ牝馬限定のレースにも出てもいいんです。ちょっと調子に不安があるよな。椿か、カチュウちょっと疲れが気になりますね。でジュピターが、ジュピターちょっとしんどいね。これはもうThank you.
リジョって椿が出るんだよな。アテネはしっかりメイトロンステークスを制することができました。ようやくっていうとこですね。アテネはハイポット、距離がちょっと長いかな、 iPod は。まあでもこれ出すんだったら、まあ、こっちもあるけどこっち出した方がいいかもね。まあ大丈夫だけどな。アミーゴは10勝か。調子いいからな。わざわざここに出す必要があるのか。いや、しかしこれダートなんだよな。小泉もう10勝ですね。ゼニアタは8勝、ハウルはこれで、金札を狙います。しっかり勝ってほしいです。ゲド戦記も勝利を狙います。これから馬ですね。ゲド戦記はマイルかな。あ、オーケンブルースリーですって天皇賞制しました。いや、これで福島記念はもったいないでしょう。ありえないです。リュットは千の風か。まあ来年かな。これだと距離はもうちょっと長い方がいいんだよな。コンクレート。まあ有馬出てもいいかな、ならば。OK ブルースリーは。椿は5勝か。今3冠出ましたからね。海外だと甘くはなかった。フェイトまだ G1 取ってないんだな。ジャパンカップじゃないような気がする。浦和記念とかかな。
で、ニコニコが安藤か。クラシック万世。芝。安藤か、安藤ね、年齢が結構いってるからな。だから高田騎士に行ってもらいましょう。でもう一頭かな、アビアヤビスタがどうするかですね。ついに海外取りましたけどね。ダートはダメだからな。まあここに行くしかないか。牝馬三冠を狙います。初音ミクもちょっと調子悪いな。初音ミクダーツ芝のみか。調子上げていきましょう。花盛りがクリテリウム、行き合い通用するかな。ラキスタが武豊だ。マイラーなんだこれ。あ、両方耐えられる。武豊でいいと思います。ラキスタって血統は何だろう。あ、天野なっちゃんなんだ。父若尾ライデン、なんかすごいですね。もう走りそうな気はします。3連覇ですね。金引きり強すぎます。ウィンドインハーヘア結構効きますねこれ。じゃあネクスト。クリテリウム国際天の花盛りです。2番人気2歳だからな。1番人気マーチャイルド、コモンズヒッター、レインボーウービューか。ダイジェスト、サンクルー競馬場 G1 クリテリウムアンテルナシオナル芝2歳芝 1600m です。前はコモンズヒッター、コモンズヒッター、さらにリードを広げました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。コモンズヒッター先頭、外からレインボービュー、残り 200m を通過して厳しいな。レインボービュー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。一気にサムアンビーチ、レインボービュー、レインボービュー。1着2着はサムアンビーチ、3着に鎮痛、立ったのはレインボービュー。見事な勝利です。花盛りは5着なんとか掲示板に乗りましたね。コックスプレート、アマナハウル1番人気131。さあ行きましょう、レースです。ムーニーバレー競馬場 G1 コックスプレート芝 2000m です。
こちらオーストラリアのムーニーバレー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。キャバンポーション、コースタート。フレームネーム、この馬もコースタートを切りました。ダッシュよく飛び出してキャバンポーション、鼻に立ちます。その後ろからはフレームネーム、この馬も上がっていく構えです。さらにはディスプレイコンサーン、3番サビジハッシュ、その後ろキャバンポーション、先手を取りました。間が空いてソフトスリッパーズ、並んで10番ブラムタッチ、すぐ隣にエレクトリックスウィース、カウントオンダークスパー、それに続いています。内からはサーストンバウンダリー、その隣にコーリングイメージ、アマノハウル、後ろからになりました。その外からシンフォニーナル、フォーエバートゥゲザー、そのうちに続いています。白の帽子、プラムアイレス、その後ろパワフルキッシング、すぐ後ろ最後方にインペリアルイブニング。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。13番キャバンポーション、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、少し開いてディスプレイコンサーン、先頭は依然としてキャバンポーション、2番手はクレームネーム、ディスプレイコンサーン、上がってきましたね。アマノハウル、D1安城のゴーサインに応えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m を通過して束を一気に縮ります。なんかぶっちぎられた。2番手はアマノハウル、フォーエバートゥゲザー、1着フォーエバートゥゲザー完勝、2着はアマノハウル、勝ったのはフォーエバートゥゲザー、見事な勝利です。エミネーツステークス天の稲バウは1番人気です。109か、絶対とは言えないですね。レース行きましょう。フレミントン競馬場 G1 エミネーツステークス芝 2000m です。こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ前に行くのはどの馬か。ブラッキーロドリゴ、前に行きそうです。テイラーズ・ザ・スリー、それに続いています。さらにはレイクト・サーテン、漆黒の馬体、アメリケイン、その後ろ先手を取ったのはテイラーズ・ザ・スリー、これに続いてイングランド・バドミントン、ダッシング・ナイト、そのうちに続いています。その外にデリケート・ティマー、黒の帽子、スティーブス・アレグリア、その後ろ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。アマノイーナ・バウアー、D1です。ブリージー・ノワール、それに続いています。その隣にショッキング、その外からグロリークラナック、並んで15番イーブンサマーズ、すぐ後ろにヤングエスリー、並んで7番アメジストチェーン、最後方にクマールタイズ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から9番テイラーズ・ザ・スリー、依然として先頭、すぐ隣にベイクト・サーテン。さあ先頭は依然として9番テイラーズ・ザ・スリー、ベイクト・サーテン、ほとんど差がありません。イングランド・バドミントン、3番手連勝中のアマノイーナ・バウアー、まだ後ろ、安城のゴーサインはまだでしょうか。日曜王者のアマノイーナ・バウアーが差を詰めてきた。ベイクト・サーテン、内からダッシング・ナイト、あと 200m。 さあ先頭は今度はダッシング・ナイト、しかし残りわずか。ダッシングナイト先頭、あーをさせない。ダッシングナイト、ダッシングナイト、1着2着はアマノイナバウアー、3着にショッキング、勝ったのはダッシングナイト、見事な勝利です。ちょっと待ってくださいね。なんか上が これでいいか。さあカンタラステークス天のゲド戦記です。1番人気
121。レースいきましょう。フレミントン競馬場 G1 カンタラステークス芝 1600m マイル戦です。こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ストライキングアラマ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくストライキングアラマ行きました。続いて前へ行くのはアルキオーネバレー、さらにはテイクアモニカ、5番スターコーモラント、その後ろ先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。ストライキングアラマ先手を取りました。大きく離れました。グレートボイス、コーネリアンネーベル、その前に進出、内からはカシミヤハリウッド、ピンクの帽子、アマノゲドセンキ、いい位置につけました。その隣にストレートミラクル、その外からゴートサミング、ペリミーターコントライト、そのうちに続いています。その外にインターバルシャック。さあ先頭は依然として1番ストライキングアラマ、2番手はアルキオーネバレー、大外からピンクの帽子、アマノゲドセンキ伸びてきた。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立ったアマノゲドセンキ、2馬身から3馬身のリード、内で食い下がるレイクアモニカ、あと 200m 完全に抜け出した。ちぎれた。2番手はパワフルバンシー、アマノゲドセンキ、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アマノゲドセンキ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。お、しかも待望の海外遠征を獲得しましたよ。さあ、ブラックキャビアのデビュー戦です。1番人気グリグリ、さあダイジェストいきましょう。京都2歳新馬戦芝 1400m、ブラックキャビアメイクデビューです。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ブラックキャビア先頭、残り 200m を通過して、これは完全にちぎれた。2番手はテンマコモンズ、後続は大きく離れた。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はテンマコモンズ、3着にティーナートップ、これは桁外れの強さだ。ブラックキャビア、いいんじゃないでしょうか。お、相馬さん、短距離の G1 レースを勝つような気がします。さあ、アルゼンチン共和国杯です。一番人気あるのは凱旋決命誌か。人気は東アランかな、南ランベリかな、混戦ですね。あとサンライズマックスとかもいます。東アラン、ダイジェスト、東京 G2 アルゼンチン共和国杯芝 2500m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ミヤビランベリ先頭、後続とは3馬身以上の差、これはセーフティーリードか。凱旋決命誌、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。残り 200m、 ミヤビランベリ意地を見せる。一気にサンライズマックス、サンライズマックスだ、差し切った。サンライズマックス1着、2着はミヤビランベリ、見事に勝ちました。サンライズマックス、
ジパンカップシックスティーズアイコンどうかな、いまいちなんか足りないような気もする。さあ、2頭ですね、天のドローと天のヒーローがデビューとなります。そしてエリザベス女王杯3頭出走ですね。あー、川上プリンセス出るのか、強いですね。新女王の座は誰に女帝、小泉か、一番は上位の末足でね、姉妹確実だ、ほら手間ミッションか、激戦という激戦ムードとなってますね。気持ちいいがゼニアッタで被ってんだ。ならば横乗りしてあげよう。あとシガーマイルハンデに勝ちタイヤが出るのか。JC がダイワスカーレット。これ福永でいいんじゃないの、普通に。で、有馬に山の玉ちゃんが武豊かに出るけど、これ海外に行くんだろうな。アメリカに行ってるから。主戦は武豊か。岩田騎手かな、任せておきますか。さあハウルは、あ、これ残念ながら達成できなかったですね。まあまだ先があるんで大丈夫ではありますが、マッキーか。2500は長いよな。ん？ 1 月の主定なんか被ってる？あー、ラキスタのデビューと被ってんだ。あとハウルですね、花盛りがさすがに無理ってことですよね。カミツバキ賞距離はマイル戦か、ダートの方がいいの？あ、ダートでは走れるのか。ダート走れるんだったら出られないかな。これ。登録だけしとこう、カンツバキ賞も。ハウルはこれで、ね、いや、イナバウアーがアメリカンオークス、エミレッツは惜しかったな。え、嘘。
ま行くとやばいな。え、これってこうすると放牧できないから結局は登録せざるを得ないんだ。で、ゲド戦記がん、いや、これはしっかり勝ってもらいますよ。さらにですよね。ってことはハリウッドダービーかぶっちゃうよな、千の風と。まあでもここに出すしかないよな。止めとこう。で、ブラックキャビアですね。なんかどうなんだろうこの馬は。距離のレースってあるの？ないよね。だからもうちょっと待った方がいいかもしれない。ということで、ここまでですかね、今回は。はい、ということで、今回ここまでとなります。見ていただいてありがとうございました。次回は11月2週からですね、秋競馬もだんだん後半に差し掛かっていくということになります。ぜひ次回もお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価、スイッチで配信を行いました。ツイッチのアカウントフォロー
お願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please。 この動画のアーカイブ YouTube にアップロードいたします。2日後、18日21時頃にアップロード予定です。ぜひ見てください。YouTube のチャンネル登録高評価もお願いいたします。 My YouTube チャンネル、This Live Archive Upload Two Days After My YouTube チャンネル Subscribe and Good Button Please。 また旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひアクセスお願いします。 X のアカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いします。 TwitterX マイアカウントフォロープリーズ and ポスト、リポスト and グッドボタンプリーズということで、ウィーニングポスト9/2021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。